皆さんこんにちは。チタメディアスの森千秋とメディアスくんです。メディアスでは地域の人をもっともっと元気にしたいという思いからメディアスくん体操を制作しました。この番組では地域のイベントで行ったメディアスくん体操の模様をお届けします。今回のイベントはこちら。5月13日に行われたメディアス主催のウォーキングイベント、絆ウォーキング。初開催となるこの日はあいにくの雨のため、保健センター内で健康チェックやお口の体操、健康講話を行いました。そして参加した皆さんと一緒にメディアスくん体操をしましたよ。揺れた揺れた揺れた。